山川早期ペロ童貞です童貞は悪だそんな風潮を変えたくてここに来ました童貞王に俺はなるごめおです好きな食べ物はパン毎朝絶対パンと味噌汁変わってますけど香水飲めますまあここに来た理由はただ一つそこにいる後藤祐希おめえ金玉かみちぎってやるよおいそれだけはやめて3年前の嵐の夜 俺はこいつに金玉を食われたんすよ。それが原因でこいつはお姉になり、米が大好きだった俺はパンを好きになった。じゃあおめえ、ベーカリーのバイトでも行ってこいや上等だよ。今練習するかそれじゃあアクション。すいません、クロワッサンとカフェラテ一つ。ミルクと砂糖は、ミルク母乳に変更で。できるかボケ。ミクル君、絶対こいつベーカリーのバイトの面数受かんないよ。受かると思いますよ。ミルク母乳に変更できない店なんてクソだわ。いや、普通できないから絶対。 母乳変更できんねとかお宅の店はどうなってんだできるわけねえだろ何歳ですかおめえ。42だ俺。42で母乳とかゼロ歳児もドン引きだぞ。うるせえおめえ。ちゅいやもう仲いいだろこれ。